別塚中継？うん。あ、あ、同じクラスだっけ？うん。まあ、でも一回も話したことないけどね。うん。ていうかさ、落ちたよ。あの人さ、ほとんど人と話さないの。そうなの、うん、だからなんで細部なのか分かんない。なんかバスケ部で揉めたんだって。あ、そう。それ絶対こっちでも揉めるね。和美とじゃない。どうだろう。ねえ、うん、どう、アンキム？いまいちかな。どう、甘えは？かなりいまいち。かなりって周りにめっちゃ食べてない、うん、だからもったいなかったからやっただけなんだけど。いいでしょ。まあいいけど。せーの、うん、いけんじゃん。今日から新しく部員が増えます。自己紹介お願いします。三塚千幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、質問。三塚さんはどうして放送部に来たんですか？女子アナ志望だから。はいはいはい。アニメとか見ますか？普段アニメ。はいはい、とにかくよろしくね。まなみ始めよう。うん、先に準備しといて。お願いします。はい、はい。私たち3年生は芸術祭が終われば引退で、芸術祭はあの体育館で誰か一人の朗読っていうことになってて。あ、それ見たことある。え、本当に？新谷さんが読むの？読み手はまだ、出し物も決まってなくて。でも一番上手いから部長なんでしょ？そういうわけじゃないけど。あ、待って、あと声。声？そう、部員の声はみんな録音することになってて。あ、10分くらいで終わるから。好きなの読んでもらえれば。うわー、読んだことないのばっかり。あ、じゃあこれは？好きなんですか、太宰治？うん、それが初めて。借り物で途中まで読んでるからさ。じゃあこれで。確かずっと独り言みたいなやつですよね。朝目を覚ます時の気持ちは面白い。かくれんぼの時、押し入れの真っ暗い中にじっとしゃがんで隠れていて、突然デコちゃんにガラッと襖を開けられ、日の光がどっときて、デコちゃんに見つけたと大声で言われて、まぶしさ、それから変な間の悪さ、それから胸がドキドキして、スイッチオン。ということで、この答えは4番の with です。みんな分かったかな？